プッタラム県は、スリランカの北西部州に属する県。県とはプッタラム。プッタラム県は、スリランカ西海岸のインド洋に面した平野部にあり、北西部州2県の中で西側に位置する。面積3072平方キロメートルで、県域は、海岸線に沿って南北に細長く広がっている。カラオヤ川とモウダリガムある川が、北端、マオヤ川が南端となっており、南東で、 クルネーガラ県、南で、西部州のガンパハ県、北東で、北中部州のアヌラーダプラ県、北で、北部州のマンナール県と接する。プッタラム県は、美しいラグーンで知られており、その遠浅の海では漁業に、エビの養殖が営まれている。エリアオブスリランカバイプロビンスアンドディストリクト。スリランカ統計局。2013年1月19日時点のオリジナルより、 アーカイブ。2013年2月7日閲覧。Population of SRI 論カバイディストリクト。センサスオブ of Population and Housing 2011スリランカ統計局。2013年2月7日閲覧。ありがとうございます。